皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今日も建築を張り切っていきましょう。というわけで前回はこちらのロータリーを作りました。バスとかタクシーとかビルとかコンビニとかもね、同時に作ったんですけど、そのおかげで駅前の空間に活気が生まれました。さて今回はこのワールドの由々しき問題、はい、経験値問題をちょっと解決していこうと思います。このワールドにはまだモンスタートラップが存在しないので、経験値を集めるためにめちゃめちゃ苦労をしてたんですね。で、今までは村人さんとの交易とかブレイズスポナーに突撃して経験値を集めてきたんですけど、そろそろですね、ロケット花火に使う火薬、あるいは作物を育てるコップあたりがね、ちょっと欲しくなってきましたので、今回は天空トラップを作っていこうと思います。というわけでクリエイティブワールドの方にやってまいりました。こちらの後ろに見えているのが今回作ろうと思っているトラップタワーです。まずトラップタワーとは何ぞやということをちょっとだけね、説明していきたいと思います。まあ、そんなもん知っとるわいという方は 1,2 分ほど飛ばしていただけると幸いです。はい、トラップタワー、別名モンスタートラップというんですけど、まあ、これは様々なマイクラのモンスターを意図的に沸かせて、水流などを使って一箇所に集めて倒して、モンスターが落とすアイテムや経験値をゲットするための施設です。トラップは大きく分けて脇層と処理層の2つの部分に分かれています。モンスターを出現させる部分が脇層、そして倒す部分が処理層ですね。沸かせるモンスターや処理の方法などによっていろんな種類のトラップがあるんですけど、今回作るのはランダムウォーク式と呼ばれるタイプのモンスタートラップです。ランダムウォーク式のトラップではモンスターがランダムに歩き回る習性を利用します。しかしただ歩き回るだけではモンスターを集められないので、そのためにトラップドアを使います。トラップドアは開けた状態にしておくと、モンスターが床があると思い込んでそのまま落ちてしまうんですね。そうやって落下したモンスターを今度は水流を使って一箇所に集めてまとめて処理槽に落とします。で、最後は剣で殴るなり焚き火で焼くなりしてモンスターを倒すというようなシステムになっております。まあ、厳密にはもっともっといろんな仕掛けがあるんですけど、大まかに説明するとこんな感じです。はい、というわけでサバイバルワールドに戻ってきました。今回トラップを作る場所なんですけど、こちらの駅の奥の方ですね。今ちょっと村が見えてると思うんですけど、その上空に天空トラップを作って、その外側をさらに、建築税らしくね、装飾していこうと思っております。それではまずね、材料集めからやっていきましょう。なんだこいつ、やばい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 、ちょ待ってちょ待って、エリトラつけてるぞ、ゾンビがゾンビがエリトラつけてるぞ、ほらよし。はい、というわけで材料集めが完了しました。はい、途中トイレ行ったまんま録画してることを忘れてですね、ゾンビに身ぐるみを剥がされるという事件が発生しましたが、まあまあまあ、それ以外はね、順調に、資材集め終了しました。まあね、深層岩系のブロックでトラップの作っていこうかなと思います。まあ、それからこの辺の羊毛はトラップの装飾で使っていく予定です。それからこの辺ね、遮光ガラスとか、陶器のトラップドア、これはまあ重要パーツですので、この辺もちょっと集めてきました。それからね、鉄ブロックを使って、回収用のホッパーとかも作ってます。まあこの辺りはね、宗教上の理由によってゴーレムトラップ作ることができませんので、手掘りで鉱脈を見つけて、掘ってきました。はい、それではね、早速トラップの方作っていきたいと思います。天空にね、作りますので、足場をダーッとまずはね、作っていきます。あ、
行動限界まで行きましたね。まあそこまでは作らないんですけど、y イコール250の高さに設置してあげようと思ってますので、まずはそこまで、行きましょう。よし、ここかな。よしよし、こんな感じね。よし、まずはこんな感じで、頭皮のブロックでベースキャンプ作りましょう。相当高いぞこれ。遥か上空って感じですね。うん、なんかでも天空トラップ作るのはこのチャンネルでは初めてかもしれないですね。 OK、 まあじゃあこれはもういいんで、ここから先はちょっと、うわーすごい。 OK、 とりあえずこんな感じで、まあ仮のね、プラットフォーム作りましたので、この上にトラップタワー作っていきたいと思います。まずは、処理槽を作りましょうか。はい。でもあらかじめ今回ホッパーを先に仕込んでおきましょう。この上に、焚き火を設置して、ここでねガンガン処理をしていくというような、体制ですね。とりあえずこんな感じで、処理スペースができたら、その上に遮光ガラスでブロックを置いていきましょう。あ、煙がめっちゃ邪魔で見えない。これを高さが y イコール270の場所まで上げていきます。うん、なんか足りない。ちょっと足りない気がしてきた。ガラス足りない気がしてきた。あー足りない、足りない。とりあえず石で作ろう。はい、OK。とりあえずこんな感じで、高さが270の場所まで、だいたい20ブロックぐらいですね、積み上げてきたので、続いて、モンスターを集める水路をね、作っていきます。こうで、こうか。こんな感じですね。はい。こんな感じのね、スロープを四方に作っていきます。四方にスロープが敷けたら横に壁を作ってあげます。OK。 ということでこんな感じで十字のね溝ができたので、次はここに水を流していきたいと思います。 OK。 じゃあ水を流していきます。これを上に流せばね、ここちょうどぴったり止まるようになってるんで。OK。これで処理槽のね、準備ができたので、続いてワーキ槽を作っていきます。ワーキ槽はひし形の形に、作っていきます。はい、ということで、ひし形にブロックを置きました。続いては、真ん中の溝に向かってトラップドアを設置していきたいと思います。はい、ということで、トラップドアをね、設置してきました。続いて1マス間隔でカーペットを敷いていきたいと思います。これはトラップの中に雲が湧いてしまうのを防ぐためのもので、雲はね壁を伝って登っていくので、なかなかうまいこと処理できないので、それを沸かせないようにするための、お邪魔ブロックを置いていきます。はい、ということで雲を湧き防止のカーペットを敷いた上で、周りに壁を作ってまいりました。これで第一層が、大体完成ですね。あとはここに屋根をかぶせてあげるだけで、どん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 モンスターが湧いては落ちていくというような仕組みになっております。ということで、今度はこの脇層を上に向かってだん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 狭くしていきながら、あと2層を作っていきたいと思います。ということでトラップ本体が完成しました。はい、早速ねどん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 落ちてきてますけれども、全体こんな感じになりました。美しいですね。機能美というか、その必要に応じた形っていうのがもうもはや美しさすらあるんですけど、まあね、中身もこんな感じでねバンバン湧いてます。おー素晴らしい素晴らしい。そしてどん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 、うわめっちゃ湧いてんな。で、トラップドアから下に落ちていくと、あ落ちてきましたね。はいはいはい、どん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 下に落ちていきます。いいですねこれが。これが天空トラップよ。
あれあれ村人さん、おいらこんなところで何してんだ。あれあれなんだ、大丈夫ですか。天から声が聞こえるぞ。誰だ、あなたは誰だ。あ、はい、どうした。えダメ、いや、なんかトラックに轢かれたと思ったらこんな場所に転生してて、いやちょっと真っ暗なんだけど何も見えない。ちょっとじっとしてデスポーンするまで待ったらいいよ。何、動かない方がいい感じ。あんまりね、動かない方がいいんですね。歩いていくと危ないから。動かない方がいいんですね。わかりました、わかりました、じっとしておきます。雲をね、湧き潰しのためにこの白いカーペット置いたんですけど、ちゃんと機能してますね。うん、あのまた屋根の上とかにね結構湧いてたんで、この辺も松明をつけて湧き潰しをしてます。はい、ここね、シャベル使って火を消すと、それでね経験値トラップに変わりますので、パンパン、おお、経験値うまうま、ありがとうございます。はい、ということでトラップ本体が完成しましたので、続いてはこちらのトラップを装飾していこうと思います。ここから先はタイムラプスでご覧ください。待って、なんで爆発したいの。ふさげなんだ。火属性か。というわけで気球型トラップタワーが完成しました。イエイ、頭の上にねポンと出てますけど、それじゃあ早速現地に行ってみましょう。それじゃあちょっとこの辺にね、エリトラ用の着陸スペースを作ってるので、よし、オッケー。というわけで、全体像はこんな感じになってます。まあ、本当にカラフルというか、羊毛ビルで生産した羊毛をふんだんに使って立派な気球を作りました。今回気球はね、クリエイティブモードで試作してたんですけど、こうした幾何学的な造形は頭で覚えてサバイバルで作るっていうのがちょっと難しかったので、今回はリテマティカという建築支援モッドを使いました。まあ、このモッドは、建築を読み込んで設計図のようなものを表示できるんですね。でそこに何のブロックを置くかっていうのを教えてくれるような感じなんですけど、まあ、今回ばかりはちょっと高所作業ということもありまして、モッドを使ってちょっと建築をしました。それでは中身の方行ってみましょう。まずはこの気球のカゴの部分なんですけど、
この焚き火で、バーナーの火をちょっと表現してます、まあ、これは熱気球なんだぞっていうのを主張してますね、こちらのはしごから上に進むことができます。途中から階段になるので、それを登っていくと、まあ、2階と言っていいのか分かんないんですけど、こちらが2階スペースになってます。ここはアイテムが自動で集まるようになってます。裏に自動仕分け機を作ってて、まあ、こんな感じでレッドストーン回路を組んでますので、上から来たアイテムが自動的に仕分けされて、こちらのチェストの中に入っていくというようなシステムになってます。まあ、今の段階でも結構集まってて、で気球を作るのにだいたい4時間ぐらいかかったんですけど、その間に大量にアイテムが集まったんで、まあ、これだけ火薬があればロケット花火作り放題なんで非常に嬉しいです。そしてこちらの階段を登っていくと3階になるんですけれども、ここがトラップの処理槽になります。まあ、周辺にエンチャントゾーンを作ってたり、エンダーチェストとかいろいろ置いてますけど、泥ブロックを周りで、囲ってるのでモダンな雰囲気になってると思います。まあ、内側から見る気球も割と気に入ってますね。それでトラップを作ってる途中にクリーパー爆発事件が起きたんですけど、まあ、今持ってるこのセプテンバーっていう剣がちょっと火属性がついてるのが原因なんじゃないかということで、まあ、正直理由はよくわかんないんですけど、対策としてこのトラップ専用の剣を作りました。こちらね、ノーモアエクスプロージョンという剣なんですけど、これでバシバシ殴っていきます。あー、いいですね。おー、すごいすごいすごい。おー、ほほほ。あー、経験値が美味しいです。経験値がめっちゃうまい。ちなみにトラップのメンテナンスに関しては正直あまり考えてません。まあ、湧き槽に行けるようにもしてないですし、停止スイッチとかも作ってないんで、この辺は必要に応じて作っていこうかなと思ってます。まあ、一応一番上には飛来芯を4つほど設置してますので、落雷対策はちゃんとやってます。まあ、羊もすっごい燃えやすいんでね。はい、ということで今回は気球型天空トラップを作ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、天空トラップが個人的にどうしても欲しかったんですけど、現代風の街並みを作っていくにあたってどういう風な装飾をしたらこの街に馴染むような天空トラップができるんだろうといろいろと考えまして、その結果この気球で覆うっていうことを思いついたんですけど、駅前からもあまり違和感なく見えてるんじゃないかなと思います。まあ、あとはやはりこの虹色の羊毛がやっぱり輝いてますよね。現実の気球を参考にしながらちょっとずつこうずらしていくような形で作ってます。はい、そして一応ですね、こちらに、火打ち石がありますので、この火打ち石で、焚き火をね点火してあげると、まあ経験値はちょっと手に入らないんですけど、アイテムだけを手に入れることもできます。あ、チキンジョッキーだ、チキンジョッキーだーまあね、たまにこんな感じで焼き鳥も手に入るので、ハニカムマートとね、焼き鳥の仕入れもしていきたいと思います。ということで、今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、またコメントなどいただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。